こんばんは。よし、テロップかけた。いや、今ねちょっと先ほど帰ってきたんですけどね、多分皆さんそんな風に見えないと思うんですけど、めっちゃ今びしょびしょなんですよ。雨が降ってきて、帰る瞬間に全然雨に濡れたように見えないじゃないですか。このね、服がちょっとね、わかるかな、ちょっ、え、これわかんない、このほらで、私はね、あのこれじゃなくてキャップをかぶってたから髪の毛とか濡れてないんですけど、一緒に帰ってたまひなさんとあおいさんのショールを見たらわかるんですけど、二人とも髪の毛びっちゃびちゃなんですよ。で、帰ってきて10分ぐらいに帰ってきたのかな、10分ぐらいに帰ってきて、もう前髪アイロンして、で私は帽子をかぶってて髪の毛は無事だったから、もうそのままちょっとメイク直してここに座ってます。だからちょっと皆さんからしたら何もない風に見えるんですけど、私は今突然の土砂降りの中帰ってきました。そう、びっくり、まあ知ってたんだけど、この時間から雨降るの傘持ってなくて、3人ともびしょびしょで帰りました。着替えしないで大丈夫。うん、これがちょっとなんか半濡れみたいな、濡れっていうか、なんか濡れ、冷たいってわけじゃないんだけど、突然でした。放課後ホームルームありがとうございました。楽しかったですありがとう。すごいね、もうたくさんのファンの方たちやね、葵さんやまひなさんのファンの皆さんとおしゃべりできて楽しかったです。ありがとう。またやったら、やれたらやりたいな。何の話した？もういろんな話した、いろんな人と、めっちゃ楽しかった。そんな感じでね、まあ、その後ちょっと葵さんとまひなさんとご飯食べに行って、お店出た瞬間もう雨が土砂降りで、今急いで帰ってきてちょっとせめて配信で映れる顔になろうと思って、ちょっとだけパパッと用意しました。大変。そうなの。でも見えないでしょ、そんな風に。今日は秋の装いです。でも今日ね、なんか雨降る前だったからかな、夜でも全然寒くなかった。なんか生ぬるいみたいな、8月ぐらいの生ぬるいじめっと感があったんだけど、急に降ってきましたね。このスナイデルのイヤリングめっちゃお気に入り、かわいい。秋だよ。イエーイ。クマありがとうございます。クマさんありがとう。スナイデル女子、そう、スナイデル女子になりたい最近スナイデル女子や KBF 女子になりたいけどなれないこの頃ユニット投票のクリアファイル届きました。お、大事にしてください。ぜひぜひ。
清水沙羅ちゃんがね今日休業発表したんですけど、沙羅ちゃんの歌声が聞きたい。難しいよね、学業と両立ってなかなか、うん、知らなかったからびっくりして、まあ、でもねなかなか難しいから早くねゆっくり休んで体調を良くして戻ってきてほしいなって思いました。まだ若いからこれから。そうよ本当に、私が中学生だったらもう本当に絶対両立できてない。めっちゃ忙しかったもん、この中学3年生のこの時期って。だって、うん、それにアイドルまでやってたらね大変だから。ゆっくり休んでほしいなって思いました。なんか私がちょっと今日なんか PCR 検査の話しちゃったから、もしかしたら勘違いされてる方もいると思うんですけど、全然もうなんか私のせいで勘違いされてしまったらどうしようと思って、沙羅ちゃんがちょっとちょっとやってしまったってちょっと落ち込んでしまったんですけど、あの全然関係ないと思います。本当にね申し訳ない、なんか話すタイミングというかすごい本当に申し訳ないなって思いました。ちょっと心がもし思ってたら岡山に行くメンバーで検査したんですけど、多分言い方とかあったかな。申し訳ありません。これからちょっとね気をつけようと思いました。宇野港に行くメンバーだけでやったんですけどなんかメンバー全員って言ったから、多分 STU48 のメンバーが全員やったってちょっとどうしてるんだみたいな感じになったらどうしようと思って、すいません、申し訳ないです。今岡山がねあのすごいコロナの感染者がすごい多くて、うん、自分も気をつけなきゃって思うんですけど、でももうすぐ宇野港のイベントも楽しみにしています。あとあれだ、明日からドライブのあれが始まる、フェーズ2ギルバトが始まる。ドラゴンエッグ、初心者ギルドマスター頑張ります。個人チャットちゃんと読んでますよ帰ってこないけどいつもありがとう。なんかもう皆さんのなんか日常の報告みたいなのが多いけどすごい今日何々したよみたいなすごいなんか日記帳みたいな楽しく読んでます。おはようみたいなメールの返信とか。やばい、風の音すごい聞こえる？
もう台風じゃないかってくらい今日風すごいの。すごくない？ツイッターやらメールの返信より簡単。確かに人に見られないからね。私が直接見るから、もしねちょっと見られたくないと思ったらドライブで。ドラゴンエッグやばい、さっきまで開いてたからちょっとなんか言っちゃう。雨降ってるよ。言い方がちょっと似てる。そう、なんかもう自分めっちゃ初心者だから、とりあえずチャットで何やったらいいですかって言って、ひたすら指示を指示待ち人間でその指示通りにやってる。今から私はどうしたらいいですかって言ったら、みんなが何とかと何とかと何とか押してください、何とか押してください、何とか押してください、分かりましたと。指示待ち人間、バイト初日は指示じゃないと絶対できないタイプだから。イエスマンギルドマスターです。従順なギルドになろう。君に一人と言われたら一人。クマ、ありがとうございます。なんかクマが新しくなってる。クマなんか服着てる。やばー、なんか窓がバンバンちょっとしてる、怖い風で。サンタなの？クマ、え、何このクマ、なんで服着てるの？ありがとうクマ。何これ、何の服を着てるのか全く分かんない。なんだろうなんか洋服着てる。浴衣？浴衣じゃなくないこれ、ちょっとちっちゃくて見えないんだけど、なんかスカートみたいなの履いてない？浴衣なの？あ、旅館の。なんで旅館なんですかね、不思議。温泉、よきやんよきやん。勤労感謝ギフトで温泉でお疲れ様的な。いいね。勤労感謝の日っていつだっけ？11月。みんなお疲れ様。23日。23日か。いい夫婦の次の日が勤労感謝の日か。お話し会の日、私さ、お話し会の日さ、多分バカだからさ、間違えてさ、11月23日はいい夫婦の日だからラブラブ風に話しましょうみたいな書いててさ、いや勤労感謝の日じゃんって今気づいた。なんかエプロンとかつけて若まま風になろうかなって思ったけど、考えたらいい夫婦の日過ぎてるからもう働く人のコスプレでもしようかなどうしよう、うん、オーマイガー、
ブラブ風に、おかえりなさいあなたって。岡山時間、そうそう、岡山時間、岡山時間、私の基準は岡山時間です。私あんま家庭感ない。家庭感、確かに家庭感ってどうやったらできるの。楽しかい、放課後ホームルーム楽しかった、ありがとう。家庭感って何。確かに家事はあんまりしないけど、家事はあんまりしません。生活力少なめの奥さん、クマありがとうございます。エプロンして料理、エプロンして料理ね。気が向いたら。もう台所、台所を今台所として使ってない、なんか物置みたいになってる。気が向いたら、いやちょっとお弁当作ろうかなと思ったんだけどな、なんかでもお弁当、お弁当それ自分食べるのかと思ったら、なんかちょっとな、な、何なんだかなってなる。お父さんに作ってた時、お父さんに作ってた時はね、卵焼き作って、あとは冷凍食品だった。卵焼き作ってウインナー焼いて、あともう冷凍食品ピッピッピーだったを毎日自分の分とお父さんの分作って、妹は私の作ったお弁当いらないって言うから作らなかった。妹は自分で作るかコンビニで買ってました。ひどくない？私はなんか盛り付けのセンスがないって言われてた。卵焼きはだしで作ってた。甘めではなかったな。でも甘いのも好きだし、なんか家でも別に普通に甘いのも出るけど、自分で作るときは普通になんか醤油とかだしとかで作ってた。あれが好き、卵焼きに海苔が入ってるやつ、黒いの、あれめっちゃ好きかも。ウインナーは当然タコさん。ウインナーはあの3本の切れ込み入れるか、なんかタコは難しかったからカニの方をやってた気がする。なんかタコ難しくない？そんなことないのかな。カニさんになってた。ポテサラ挟んだら美味しいよ、卵焼きに。めっちゃボリューミーじゃない。なんかそう言ってたらちょっとお弁当食べたくなってくるね。ちょ、余裕があったら作ろうかな。風すごいな。そうだよ、やばいよね今日。なんかもうお昼の天気からすごい生暖かくて不穏だったもん。みなさんは好きなお弁当の具材は何でした？何食べたらテンション上がってましたか？
ハンバーグ、いちご入れられて辛かった弁当。わかる、果物入ってるお弁当私もあんま好きじゃない。ミートボール、唐揚げ、クリームコロッケ、餃子、餃子ってなかなかなくない、なかなかなくないってすごいな、言い過ぎ。クリーム、カニクリームコロッケ、唐揚げ、え、唐揚げとクリームコロッケめっちゃ人気じゃん。おにぎり、うん、わかる。ひじき、スパゲッティ、え、わかる。スパゲッティとかさ、あのグラタンさ、こうやってグラタンとかなんかさ、こうやって食べたらさ、占いみたいなの書いてないですか。よく書いてない。あれめっちゃ好きだった。お弁当食べたくなってきた。それな。グラタンなんか占いみたいな。なんかそのイメージがめっちゃ強い。そう、冷凍食品のやつ。そこに、カップの底に書いてあるの。うぐいす豆とか甘い豆はデザートとして別々に食べたい派。あーあー、分からんでもないか。私もだて巻き、だて巻きはデザートとして食べたい人。作る側だったら色味でトマト入れる。うん、入れるかも。自分が食べるってなったら入れないか。弁当でカレー、たまにさ、なんか保温カップみたいなさ、なんかかにさ、カレー入れてきてさ、なんかこう、こうすごいご飯カレーのなんか水筒みたいな弁当ボックスみたいな、たまに持ってる人いない？でさ、その中にさ、ご飯とカレー入っててさ、なんか食べれるみたいな、なんかお味噌汁持ってきてる人とかさ、なんかその水筒型のお弁当、なんかうちのお父さんもそういう水筒型なの、お弁当が。こういう感じの、たまにさ、学生の時も行ったよね。あれいいよね。お味噌汁入れてさ、そう、めっちゃ重いやつ。工事現場のお弁当、確かにうちのお父さん工事現場だ。あるあるなのかな。お父さんなんか食べないものある？お父さんは好き嫌いないから、マジで何でも食べる、何入れても食べる。懐かしい、作ってたな、そういえば。なんか私年頃の娘なのにめっちゃお父さんにコーヒーとか入れてあげてたりして、めっちゃいい子じゃない？いい子すぎん？まあたまにめんどくさくて入れない日もあったけど、なんか私にめっちゃ言うの、コーヒー入れてって。お父さん自分で入れない人だから、コーヒー入れてってコーヒー入れてた。いい子じゃない？自分で言う、そうだよ、自分で言った。そんな娘なかなかいないや。まあでもあれだからね、お父さん私に対して怒んないから。今まで人生で怒られたことない。もうお母さんぐらいにしか怒られたことない。怒る担当お母さんみたいな感じ、うちの家は。
お父さんは私が3歳ぐらいの時にめっちゃ怒って、1回だけめちゃくちゃ怒って、でそれで反省して怒らなくなったらしい。だから父は記憶の中では怒られたことない。そのあるとは思うけど、自覚をしてからは怒られた覚えがない。お母さんはねめっちゃ怒るの。私がねずっとすやすや眠ってたら、トン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 ってまず階段を駆け上がる音が聞こえてきて、あ、きんちゃーい、パンパンみたいな。朝ずっと起こされてた。きんちゃーい。そう。朝の攻防が続いてました。でもお母さんは、なんかうちのお母さんあれなんですよ、なんかなんだろう、なんか励ますというか、なんかこう喧嘩した後とかにこうかけてくる言葉、その仲直りじゃないけどこうきっかけになる言葉がいつもドラマみたいなことを言うんですよ。なんかすごい毎回毎回、私中高生時とかお母さんとよく喧嘩してたんですけど、マジでなんか仲直りの仕方がドラマみたいだなと思って、すごいちょっと恥ずかしかったんですね。なんかこう私がベッドで寝転んでて、お母さんがこう私のベッドにこう腰をかけて、なんかゆうちゃんって、お母さんはゆうちゃんのことほんまにもう好きでおるけ、もうねみたいな、なんかすごいこう抱きしめられるみたいな、すごいなんか、え、何これドラマみたいな、なんかちょっと冷静になる自分もちょっと恥ずかしいのみたいな、年頃だからすごい、あ、ちょっと恥ずかしいっすみたいな気持ちもあった。なんかそういう時だけめっちゃドラマだった、家族ドラマだった。いい BGM 流れてそうだった。でも今はもうね、怒られることもなければこうその励まされるってこともない、もうなんか普通ですね。まあ、どっちもお父さんもお母さんも、もう本当になんかここ2年ぐらい怒られてない、私どっちからも。うん、巣立ったのかもしれません。自立、そうだね、自立したからかな。すだち、この広い、この広い今私の願い事が叶うならば、翼が欲しい。急な翼。この空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい、じゃんじゃんじ
チャン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 、懐かしい。日本国民全員歌える説は私は信じてる。どうなんだろう、世代とかあるのかなこれ。さ、100歳から0歳まで知ってる曲ってなんかあるのかな、国家以外で。国家以外で0歳は曲とか覚えてないだろうけど、なんかあるかな。サザエさん、あー確かに。お魚くわえたドラ猫、おほー、追いかけてふう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 、裸足でふふうかけてくふふう、陽気なダザエさん、みんなが笑って、おーはい、子犬も笑って、おーはい、ルールル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 ル、今日はいい天気、はい、せーの、ファイバーサイバーダイバーテルルルルトゥルルルルルルトゥルルルルトゥルルルルルルトゥルルルルトゥ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 、買い物しようと街まで出かけたら、ちゃんちゃちゃん裸足で、あれもしかして無限ループしてるこれあれ私サザエさんの2番なんて知ってたっけと思ったけど、なんか無限ループしてたこれ。あれこれ1番か、自分がどこを歌ってるのか分かんなくなっちゃった。めっちゃ自然になんか2番のつもりで1番歌ってた。磯のミ ミックス磯のミックス、サザエタラオカツオワカメ船乗り彦マママスオ、1番と2番は混ざる、うん混ざる。マママママスオ、のりひこ、のりひ、あ、のりすけかのりひこじゃなかった、のりすけおじさん、のりひこって誰買い物しようと待ち待て、のりすけおじさんでした。アレンジが強い、確かにアレンジしてしまった。財布忘れたことある、あるよ。でも私はキャッシュレスだったから、その時は普通に乗り切れたよ、財布を忘れても財布を忘れてキャッシュレスポーキを、便利な世の中。55分、あら30分ぐらいやったのかな。生きってる、違う生きてないよ生きてないよ、自然じゃんこの現代の中で失礼な、すぐ私が文明に触れた瞬間生きてるとか言いです。自然の流れよ。じゃあ58分になったら男女読みます。58分か、雨が降って
てる。雨雨降れ降れ母さんが。その後の歌詞が分かんなくなっちゃった。なんかね、私ね、この雨の歌、さっきのなんか雨雨降れ降れ母さんよの後、歌詞ね、なんかさっさげにすをかけさしすせそってなんか当てはめちゃうの。全体違うんだけど。めっちゃなんか当てはまるの。あのなんか滑舌練習のさ、捧げにしをかけさしすせそうみたいなあるじゃん、アメンバーかいなあいえおの、なんかそれがさ、なんかぴったりハマるの、このチャプチャプに。マジで文字数ぴったりってぐらいぴったりは合うの。じゃのめ、何じゃのめって傘、おい、じゃのめでお迎え嬉しいな。じゃのめって傘なんだ、初めて知った。昔の言葉かな。じゃあそろそろランキング読みます。13位が平行さん、12位がパパパンダさん、11位がキョンさん、10位がアスパラさん、9位がトニさん、8位がトアさん、7位がトートーさん、6位がマツさん、5位が市下さん、4位がとりあえずルービーさんでした。13位開幕では皆さんありがとうございます。そして3位が春ターコイズブルーさん、2位がピッカさん、1位が東京 TK 局長さん、3位からちまめさんありがとうございます。おめでとうありがとうございますね。今日はね、ありがとうございますと見てくださって、ちょっと予約するのが遅くなってしまったんですけど、ありがとうございました。今日も一日お疲れ様です。配信見てくれてありがとう。放課後ホームルームも、うん、ありがとうございました。楽しかったバイバイ、おやすみなさい。ありがとう。あと25秒で終わる。25秒ありがとうございました。いえ、バイバイ今日見てくれてありがとう。ありがとうございました。消える？消える？